じゃない、久々に。久々ですね。やりますけど。これ、長寿梅。今回この長寿梅を植え替えから針金かけ、やっていこうかなと思います。はい、でね、一個私のやつ、昨日ね、台風が来るんで、たまたま見てたらね、ちょっといいのが出てきたんで、ちょっと見てます。はい。ああ、面白い。これ、ちょっと面白いかなって。棚のね、隅っこの方に入ってた。へぇ、こんなの出てきたんで、ちょっと針金をかけて直してみたんです。かなりね、模様がついてるんですよ、これ。本当ですね。だから、この木もちょっとこれ全部もうまっすぐ伸びちゃってるんで、少しきつい仕事になるかもわかんないけど、模様をつけていこうかなと思います。そうですね。で、これ、根っこがこれだけ上がってるんでね、もうちょっと根っこを出して、こうギュッとこう締めた形で作ろうかなと思って、抜いてみないと分かんないですけど、はい、そういうふうに作ろうかなと思ってます。これ灌木なんで、下の方が強いんですよね。余分なものを全部これ取ってきます。で、こうまだここの土が残ってるんで、根っこがきれいに出るような形で作っていきたいと思います。で、まずね、下の方のいらない葉っぱを取ってきます。ちなみに夏は長寿梅、長寿梅、私のところは大きいやつはあるんですけど、今ね、トヤにかかってます。3日でね、黄色くなって、葉っぱが全部もう落ちちゃった。剥がりとかそういうのやったことないんですよ、だから。トヤにかかって葉っぱ落ちるの待って、これ1個ずつ葉っぱ落としてたら、剥がりですか、大変なもんなんで、トヤにかかるの待ってて。なるほど。そしたらね、1週間ぐらい前かな、葉っぱが全部黄色くなって、全部落ちちゃった。で、その時点でこう枝を詰めてってなんかしたんですけど、ね、これはかかんないと思いますよ、まだ。じゃあこれやってきます。はい、余分なこう下の方にある、ね、これ取っていっちゃいますから。この見どころっていうのはこう根っこですよね。ここをきれいに見せる形で根っこをきれいにしていきますから。はい、これ針金がどこまでかけられるかですね。この辺のね、枝もこう多分曲がると思うんですよ、まだ。ここはもう切っちゃうのかなと思ったんですけど。切っちゃうのはもったいないと思うんだよな、これね。もったいない。切ってふかし直ししても、これだけ太くなるまで相当時間かかると思いますよ。そうですね。これをこのまま生かす形で作っていこうかなと思ってます。ちなみにこの木は高明さんで買いました。ちょっと元気がないかなっていう感じがしますね。一回ちょっと怪しかったんですよ。だけど消毒して、したら元気取り戻した感じ。すぐアブラムシついちゃうからね、新芽が出てくると。一回これで全部落としたら水で洗います。植え替えするなら、剥がりもした方がいいんですか？植え替えするときは葉っぱの量を減らした方が。だいたい9月か、春か9月でしょ、9月過ぎ。そうですね。だからそのまま植え替えやっちゃいますよ。ああ、なるほど。時期的に。だいたい次の葉っぱが出てこない可能性があるってこと。でな、剥がりも何もしないでそのまま植え替えちゃってるんですよね。そうなんだ。だからもうそろそろね、長寿梅もあと1ヶ月もすれば植え替えの時期になるんで。はい。ちょっとこの時はまだ早いけど、いいでしょう。うん、お盆過ぎればもういいと思うんですよ。そうですね。8月後半ぐらいからやり出す人はいますよね。これ寒くなっちゃうとね。まだこの木は根っこ見てないんで、岩種病とかあるかどうかわかんないんですよ。多分大丈夫だと思うけどね。あ、そうですか。これだと細かいところ入んないんだよね。そうですね。やっぱりこれがね。これがね、便利ですね。盆栽急須。ショップで3販売中。これ2本入ってんだ、これ。2本入ってます。これは1本は、1本は私の道具入れて、1本はカンタ君にこれプレゼントして。枯れてる根っこも取ってきますからね。はい。ミスだ。ちょっとね、これ水で洗います。洗う。ここは。抜かないでこのまま、このままこの辺を、ちょっと跳ねるかかね、大丈夫抜いて、で根っこを締めてきます。根っこ締める、ラファエルで縛って、ちょっと葉っぱが広すぎるんで、ぎゅーっと締めてきます。ちょっと抜いてみないとわかんないんですけど、どういう風にしたらいいかな。これがね、こう見るとこっちのブロックとこの部分ね、はいはい、
こっち2つ分かれてるんですよ、これ。これどういうふうに持っていくかだな。この根っこをもう全部こっちへまとめちゃう形でしてもいいと思うんですけどね。こういうところをもうちょっとこうくっつけてみます、ね、はいはい、ちょっと出してみよう。結構根っこ回ってるよ、これ。根っこ回ってる。眼種病もなさそう。うん、ないね。鉢はちょっと用意してなかったんで、土鉢ですね。うん、土鉢だね。これ全部土洗っちゃうかな、これね。古いの落としちゃう、これ。全部落としちゃう。うん。根っこ切らないで、そのままずっとあの根さばきしてきますから。はい。こんな感じで、しばらくちょっとこれ洗ってきて、こう切りしますね、はい、変わってきたの、形が、うん、最初とは。こんなに荒れちゃって大丈夫なんですか、長寿梅って。うん、大丈夫だよ、うん、このぐらいの形で、このぐらい出しちゃったらいいよね、うん。なるか、この根っこはね。うん、だいたい根っこがこう揃ってきたでしょ、これ。うんうんうん、こうぐちゃぐちゃ交差してないで、こうスーッて根さばきしてた方が綺麗に見える。なるほど。で、植え付けちゃうか。はい。深鉢の方がいい。うん、深鉢の方がいいかもわかんないね。植え替えした後、針金かけるんですか。本当は先にかけんだけどね。うん、かけちゃうか、このまま。こう、保護して。針金はこれとこれですか、かけんの。そうだね、はあ、で下からこう通してポテしちゃうから。なるほど。でこれとこれか、うん、結構太いですもんね。ちょっと太いね、ほら。難しいのこれ。曲がるのかな。2本入るようだな、これ。2本。うん、2本ですか。2本だね。うん、こう来年あたりまたこういうとこ締めていけばいいや。そうですね、うん、今回は枝先かけないで、はい、もう幹だけにしときますからね。はい、模様がこう根っこの模様がかなりきついんで、うん、やっぱりこっち枝もそのぐらいに合わせておかないとね。そうですね、ちょっとかっこ悪いんできつい模様をかけますから。ちょっと針金でめちゃくちゃかかってますかね。めちゃくちゃかかってますか。あの針金効きゃいいやつだから、やっぱりね、うん、綺麗にかかってないとね。まあ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 、はい、先生によっちゃね、針金で効きゃいいやってね。一番重要なのはそれですからね。やっぱり人に見せるもんだからね、綺麗じゃなくちゃ。だから今回はちょっとあんまり綺麗に。あと曲がるかどうかですね。流れどっち見せるか、根っこを どっち見せるかな。こっちの方が良さそうな気はしますよね。この辺もいいよね、うん、これグーッてこっちに流しちゃうか。あ、なるほど。それかこう来てこっちへこう流れ持って、これ一回こっちへも曲げよう。最悪折れてもいいですからね、そのこれ。結構ね、長寿梅きついんだよ、これ。で、1年じゃ模様つかないね、これね。あ、そうです、うん、でも1年経ったら食い込みますよね。食い込まない。あ、そんな遅い。そんな太んないよ。へぇ、太んないよ、これ。結構曲がった。うん、これ小さくした方がいいね、これね。小さい方がいい。多分持つと思うけど。多分持つ。大丈夫です。直線じゃしょうがないですもんね、うん、その辺も。だからもうちょっと長きでね、うん、切っちゃってるから。次の段階だね、こっち上の方はね、うん、あんまり一気にやんないで、骨格だけみたいな、うん、この先またもうちょっと出してからやった方がいいと思う、はい、あんまり一気にやっちゃうとね。こんな感じでもいいかな、これ。あ、横向きにしちゃう。うん、ちょっと立てとく。立てて横にしちゃうとあんま元気なくなっちゃうんで、うん、立てとこう。立てとく。うん、結構きれいだな、これ。
うん、そうですね、そこが、うん、これでいきます。これで土入れ違いますかね、これどこ置いとく、ここ置く、どうしようかな、ちょっと今夏場だからやばいんじゃないな、水がね。あ、じゃあ置いておきましょうか、ここに。うん、高原さんにお任せしよう。2つ枯れちゃったよ、なんだっけな、ズイナが、あの強いズイナが、あの強いズイナが2つ枯れちゃったよ。いや、暑すぎるんですよね。暑ぎ、お昼ぐらいに水あげれないと、うん、2回やんないとダメだね。そうそうそう、今ね、1回しかやらなかったからね。朝晩だともう足りないですよね。うん、こうもう全国的にダメだ、本当に枯らしてる人いっぱいいると思います。暑すぎだもんね。うん、今までに慣れなかったもん。だってお昼ぐらいにもうカラカラになってますもんね。うん、そう、釣りながら枯れちゃったから。みんな枯らしてるから、初心者の人も自分を責めないでほしいですね。しょうがない、これは。かっこいいじゃない、これ、根っこが。かっこよくなりました。石突きに、石突きになりそうですね。なりそうだよ、これ。今度素材からこういう値上がりを作る方法みたいなの教えてほしいんです。うん、何買ってくればいいですか、素材は。あのね、なんだっけ、心拍をね、やった人がいるんで。値上がり？値上がりを作る。ああ、こう根っこをホースなんか入れちゃう。ああ、なるほどね。うん、去年やったやつがあるんで。長寿梅も一緒ですか、心拍の長寿梅も。結局は値上がりを作る方法ってことですか。いや、あの心拍をね、細長いやつをホースで包んで、水ボケで。そして根っこが出てきてる。出てきてるけど、細いんで、また閉まっちゃった。こういう長寿梅が、あの、そういうホースなんか入れてもいいと思うね。これがこの大きさだと結構太いホースですね。うん、これだとちょっと太いやつじゃないとね。ねえ。これ小さいやつだったら、こう、だん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 根っこ出していけばいいんだもん、うん、入れといて。ああ。ちょっと前に。あ、これもっと出してみて、ホース入れてみっか。出しちゃって。挿し木を一応、値上がりっぽくしてみたんですよ。うん。根っこが長ければさ、うん、ホース進んじゃえばいいんだ。へー、ホースね、入れる方法がある。もうそれはおまけか、デコラドロかで。ちょっと、細かいのが何だこれ。これ上の方に乗っけとこう。はい。中入ってくだろ、水の時。なんだこれ。うん、なんかかっこよくなった気がする。まあ、方向性まだ作ってきてないけどね、これからだね。いや、でも直線でしたからね、うん、枝が。ちょっと曲げるだけで違いますね。ここは結構曲げたからね、ちょっと強めに曲げとくかも。で、あとは次の段階で曲げていく感じ。なるほど。あんまりね、大きくしたくないじゃないですか。うん、そう。このぐらい、このぐらいですね。いいよね。ちょっとここ長いからね。近代でやっぱり葉っぱつけといた方がいいよね、これ。今。つけといた方がいいですか。内側に曲げちゃえばいいのか。でも、ここもいいんで、うん。いいかもわかんないよ。ちょっと水くれちゃう、先にね。はい。いい感じだ、これ。やっぱり低い方がいいんだよ、これね。これ長いから。ね、これが赤い気がするな。うん。ちょっと、切る。ちょっと植え替えたら少し切っとくか。そうですね。流れがね、うん、こう右流れなのに、ここだけ引っ張っちゃってますもんね。もういいんじゃないですか。少しずつ曲げていこう、これ。うん、これだけの木だからね。あれ、どういうふうに作るかな。そうですね。これだって、素材ですからね、うん、買ったりも安いじゃないですか。だからこういうのが、なんか将来性を感じるようになりますね。将来性あるよ、これ。ね、大きさもそうです。やっぱり、こっちへ流してきた方がいいかもわかんないな。あ、そうですか。これ今こっち向けて、ここまた返してくれば、うん、これ左へ流れるから、こっちから見て、これがこっちへ返ってきたら、どっちでもなると思うけどね。うん、足元はいいよ、これ。面白い。3,000円ですよ、これ。いいですよね、3,000円ならね。3,000円。3,000円これ。3,000円。安いだな、これ。そうそうそう。へぇー。Twitter で安いなって言ったけど、あんまり反応なかったんですけど、安いですよね、3,000円じゃ。3,000円安い。うん。チョジバだって、あの、ちょっとしたやつでもう何千円だからね。そうですよ。孔明さんって買ったんで。もう、あるかわかんないけど。そういうお宝もね、眠ってますんで。
まあ、こんな感じで、まあ、こんな感じで、この時期は、これから何月ぐらい、9月、10月ぐらいまでできるんですか？うん、できる。まで、あの、長寿梅の植え替え等が。ここ絞ってもいいかもしれないですね。ぎゅっと、ここ、ぎゅっと。そう、ここ締めてってもいいよ。ね。ちょっとね、こう見ると、これが輪っかになって、輪の間にこれが入っちゃってるからね。はいはい。この輪っか。これをもっと締めるか、こっちくっつけちゃうとか。なるほど。なんか持ってこないとね。それはまた次回やりましょう。次の課題にした方がいいと思いますよね、うん。将来楽しみになりました。これ良くなったね。うん。というわけで、今日は長寿梅です。はい。長寿梅。ありがとうございます。